高いとこ。いやー、ほら、もう、こいつー。 はいいいさんこんここにちちすす本日王様ランキンキグら見ていきたいと思いままよろししくお願いします、えー、前回もねこの作品本当にいろんなことがありました <laughs> え毎週毎週本当に飽きさせずにね見させていただいている作品なんですがまず何よりねボス王がね亡くなるという展開になりましたそして次期国王に関しては遺、まあ、言ではねボッチが指名されて喜ばしい展開だったんですがヒリング王妃のね、まあ、優しさがゆえのちょっと画策なのかな、まあ、それによってイダ、まあ、が 王ににななるっっていう形になったんですけどもその結果ねまたその中にいた人たちっていうのが内部分裂じゃないけどもちょっとギスギスするような感じになってしまって、まあ、その結果アピスがねこの国を去るっていう形になりましたその去る時にねそのベビンが現れて決闘したんですけどもそのベビンがなんかね死んじゃったような展開になってるじゃないですかただ土の中にズブズブズブって消えてった様子を見る限りはあれはなんかやられたふりをしたのかどうかっていうねなんか生きてるんじゃないかなっていう匂わせもあるのかなと思 思っています。この亡くなってしまったかもしれないベビンが今影をねどこか旅立たせていてそれが一体どこに向かわせたのかっていういつボッチと合流することができるのかねなんかもう二度と会えないような感じだったけど絶対会えると思うんですよ仮にベビンがそのボッチの理解者だったとしたら多分何かをね影に頼んでると思うのでまあ、影の動向っていうのもねこれからアニメで描かれるのをね楽しみにしたいなと思いますそしていよいよダイダがね王様に決まったのでボッチはねこの国を出て旅に出るっていう決断をした んですけどどもそれにドーマスホクロがついてきてきこのの先どうなるのか最後にヒリンゴーヒーがね風が吹いた後に悪い予感がするって言ったんですけどぼっちと二度と会えないっていうのはヒリンゴーヒーの身に何かが起きるのかっていうねちょっと心配をしておりますあのお城はお城でねその魔法の鏡が裏で代々操ってるところもあるしこの後あの国があまりいい方向に行かないんじゃないかなっていうね勝手な予想してるんですけどどうなるんでしょうかはいというわけでね色々気になる部分もあるのでさすがにコン行かせて ください。えー、皆さんも録画したものもしくはビデオダマド使ってシュー楽しみください。簡単なご案内をしたのでスタートです。よろしく頼むぞ。三二一。さあ始まりました。あれ、没ツそうじゃん。若くない？うん。ああ若いと思ったら、ああドーマスが最初指名された時のお話か。 うれ <laughs> しそう <laughs> だからこんな嬉しくていろいろそのぼっちに対して自分の全てを注ぎ込んで期待しちゃった分あれだったんだろうね代々と剣を交わしていろいろと思うことがあっちゃったんだろうないやーけどドーマスにはこれからも人は良さそうだしねぼっちのそばで味方でいてほしいけど。 うーんそう言うんだけど、あれなんだろうね、ぼっちは。うん、けどそれでも焦らずやってくれてたんだろうね、ほんと。いやー、けど、今の表情。うん。激しい感じなんだろうな。だからこそ、あの、 この間の間あのペチンペチンもちょっとけどもうめちゃくちゃ努力してるじゃんぼっち泣きながら振ってるよなんでこんな頑張ってんのにぼっちはさあんなお父さんと本当のお母さんの元から生まれてちっちゃいまんまなんだろうかそこらへんが前の前回のお話の悪魔か関係してんのかな指さした。 なんか呪いでもかかってるのかぼっち。うーんヒリングオーヒー。うんああ、シワのこと。だかまだこの頃は、ダイダはあれなのかな生まれてないのかな <laughs> そんなの知らないわって。あなたもなんだかんだ、好きなくせにねぼっちのこと。 あんな必死に回復かけて。<laughs> かわいい、ドーマスが。いや、もう絶対嬉しいよね、こんなの。うん、いやー、だって、もう俺もドーマス信じるよ。私 <laughs> これから裏切らないでね。心はちょっと揺らいじゃったかもしれないけど。こんなピュアな人を。 もういちいちこの作品さあったかいよねうんでまた必死になんか口で伝えようとしてくれてうんいやこの決心揺るがないで頼むからんそれ心に誓ったんだったらさこれからもそのあれでいてよ なんか心配なんだよなみんなはどうなのドーマスのこと <laughs> 心配じゃないのかなちょっとなんかどこからか悪いことそそのかされたりしたらさそれこそんの魔法の鏡みたいな甘いことを言われたらさちょっとコロンとコテンといきそうな感じがするんだよねその危うさを持ってるキャラなんだよだ逆にまあリアルっちゃリアルなんだけどね 普通のなんていうか人としてさ完璧超人ではないんだなっていうところは、まあ、そんな彼が今ぼっちと旅をしているっていうことで一末の不安はあるんだけどねヒリングオ妃のあの発言もあるしでさっきも言ってたけどなんでぼっちはあんなに努力して頑張ってんのに力はつかず大きくならないんだろうね普通に考えたらあの二人から生まれた子供って もうすでにさ、ここら辺が成人の男の人と同じくらいの大きさになっててもおかしくないと思うんだよ。それとも急激に大きくなるんかだからなんかあるんだよな。力がつかない、大きくならない理由が。今のところの中で推測するとしたらやっぱあの悪魔しかいないわけじゃん。考えられるのは。さあ、第4話、初めての旅。あ、王様ランキング。 ああ、ミシュランガイドのあれか。なんかそういう感じ調査員みたいな。うん。いや、ボスに比べたらあれじゃないダイダは、ちょっと、うん。あ、魔法の鏡。うん、担ぎ上げ。ぼっちを。またなんか余計なこと言ってんのか。だから、異常しすぎだよね。ダイダもこの鏡に。 この鏡に振り回されちゃうんじゃないえやば。死体からなんだなんだそれどういうことだうん。どういうことあの悪魔がやっぱ関係してくるのそれ。体、死体からって。うーん。よく言った、台だ。そこは偉い。 けど、なんか、結局、あれにやられそうだ。おおアピスうん、知り合いなの。いやー、この人は、なんか、いろいろ何も知らずに、なんか、あれなんだよね。<laughs> ちょっと損してる感じがするんだよね、アピスは。ぶっきらぼうそうだし。やば <laughs> やばえ強さだけなら。 いい噂神の宝物庫うん同じ宝え何それ、うん、けどこれゆくゆくぼっちが王になってそれを選ばないとかそういう展開になるのかな そしてこの王様ランキングみたいななくして平和な世の中を作ろうみたいなそういうお話ああほくろ頼むぞザリガニ <laughs> まあ旅に出てあれなんだろうな見るものとかが新鮮なんだろうね感じるものも頑張れああけどいろいろ思うことはあるんだろうな今のワンシーンは影が心配だったりさえ 目が「<laughs> けどそれでも頑張るぞ」みたいな <laughs> そのやる気モチベーションもう保ち続けてくださいうんどこまで来たんだろう,ういやほくろ頼むぞねいや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 ぼっちよけるのの達人だから人混みもすごいスピードで手繋いでればよかったかな 人形劇かわいいこれもう超いい子うーんもう金銭感覚があやばい目つけられちゃったよえほくろロくろロお前頑張れえ寝てるだけじゃないまだまだ襲われてうんよかっただよね <laughs> い,い、ね、今うんけどお金とか取られちゃってんじゃないあーほらそのカバンに何も大事なもの入ってないといいけどうん,なんこういう危機感がないわけだあやばいうんああほくろが怒られちゃうわけか まあ、管理不行き届けってやつかうんそうだねまあ王子の立場でいるとお金のあれが分かんないのかもねそんなに早速洗礼を受けちゃったねいやだといいんだけどねヒリング様ええー ちょい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 。奪い返さないとね、なんとかして。え仕方ない探さないえそれでいいのかで、大だうん。うん。ああ。これがあれなのか。試練というか、 その調査する方法なんだランキングを強さとしてうんあまだ一応お金はあったんだね分担して持ってた分がうん従ううん いやそれはどういう風に捉えていいんだろうこのドーマスの言ってることはヒリングにつ,ついていきなさいって言われたことに対してなのかダイダが王になったことに対してなのかうん何いや美味しいよって <laughs> ああ食いなさいとほらもうなんかどんよりしてないで食べたら明るくなれるよって。 いろいろ悩んでる時はねお腹いっぱいになるのがいいよねもう最近これよく言ってんな俺リアクションだからうんあれこれうんバックなんでこんな都合よくおかしくねえしかも入ってんじゃないいやおかしいだろこれうん えそんなやばいのいるのこの世界。そういう世界なの。まあ、三つ俣もいるもんな。そうか。いや、それなのに。いや、そんな、えー、大丈夫なのこれ。誰かが手パーって取ってくれんじゃないあれ落ちちゃうよ。え、ちょっと待って、落ちちゃったけど。え、あ、嘘嘘みたいな。ああ、まあけど、避けるの達人だからな。 うーん、てかもういろいろ起きるなぁ。うーん。ああのバッグ影が取り返してきてくれたのかなそれは考えすぎ実は周りにいるみたいな姿は見せず。姿見せると迷惑かけるからみたいなのがあるとか。あれなんか。王冠どういうこと何者でしょう ここんんななところに人がいるなんてうん落ちちゃったんだよなー俗世間うんこの森に <laughs> あーなんか野生に過ごすのが好きな人なのかなおお行ってるそばから「よかったねぼっちこうならなくて」。 なんか、もともと王様とかだったんじゃないこの感じ。そういうのになんかもう疲れてさ、こういうとこに住んでるみたいな。今の属世間って言い方も。え何 <laughs> 今のも生き物ああ。何これ魂が吸われてるけど。うん。 新しい生命になって。いや、何なのこれ。いや、すごい不思議な世界観だわ。もう毎週驚かされる。え <laughs> そいうこと突然の。なんか、原住民みたいな生き方だね。うーん。 なるほどね。血肉になって。いや何者てか、ドーマスたちどうしたまだ見つけてないのか、多分今これ必死に探してるだろうけど、これ、あ消えちゃったよ。ああいうのがこの世界だといっぱいいるのかな。で、それから食べると。 この着てる服もあれなんだね毛皮とかなのかないや煉獄さんみたいうまい <laughs> いいね漫画肉うーんぼっちうーんなんか原点回帰したみたいな生き方が好きなのかなけど王冠かあれなんだよね 嘘、嘘、嘘、嘘,嘘、そういう感じ人すらいや、いい人かと思いきや。うー、んうん、やばいね。あ日の明かりが。え、けど、ここに来ちゃうんじゃないあいつが。うーん。どうますどういう表情だも、うん。うーん。 どうなってんだこれなんかドーマスが怪しいんだけどあでもあれは終わりなのあの人はんあれあやっぱついてきてるのかなあんな投げ道具持ってるかねまた別なうんなんで食べさせて あやっぱ影なのかえ影なんだとしたらなんで毒でも入ってたのかな肉に。えー、そういうことうん持ってっちゃったよ。いやどうかなけどあれ。いやもうなんかドーマス怪しいわ。ねえ何考えてんだ君。ぼっちの命あれじゃないん ベビンなのうんまあ生きてたのかいやけどベビンに影はいろいろ言われてたから影の可能性もある気がするああナイフに本当にいやこれドーマスだよきっとんほくろうんあポッチ ああ、なんか優しくしてもらったのかななんか家族かなんかをなくしたときに。ああ、で、拾われたのか。あ、それともこのぼっちを支えたくて、まあ国に仕えるようになったのかもね。うーん、同じ立場で、いや、あの花あれなんじゃないお母さんに捧げようと思ってたやつを渡したんじゃない <laughs> めっちゃいい子 <laughs>。 まあ <laughs> うるっとくるほ <laughs> んとにうんいやだからほくろはほんと中心になりそうだねうんメイフへ通じわないおいあこういうのなんかあるよね地球にも地球って言い方あれだけど。<laughs> 冥府騎士だいやいやいや、ちょ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 、やめてやめて、バラバラにならないでくれ。このドーマス今怪しいって、気づけ。なんか落とされそう。落とされそうだよ。いや、ベビンなのか影なのか分かんないけど、誰か助けてくんねえかな。いや、これになんか、 だって顔をうんいや近づきすぎじゃねえ堂馬さんああもうやべえわ声が、うん、もう寝っ転がってみたらこうやってもうねもう手が高いとこいやーほらもうこいつーやっぱそうなっちゃってたのか ドーマスよーあほらやったよーもうためらいもなく一気にやばっんうーんこれを予見してたんだヒリングにはいやこいつだから代打派だったんだね ヒリングの命令を聞いたっていうよりは代々何か言われてこういう行動をとってるんだえー、あんな最初の頃の映像を見てたらねこんなことするようなやつには見えなかったのにあけど少しはやっぱ後悔はしてんのかもねうーんいやだからってだからってあれだよ あんま同情はできないよ、そんなちっちゃい子あんな。突き落として。んえ何パンドラどういうことうん、魔法の鏡。いややめてやめて、そそのかされてるよ、多分。 いやもう簡単に焼けたしあれかな悪魔かあんなことはないなんだうんーだから取り込まれたんだろうね鏡に代打はえっ墓地希望あなたを救う いや、守ってくれてる。ああ、けど、いや、この暗闇から守ろうとしてんのかな、代ダ打ダを。うん。災いを振り払う。え、じゃあ、いい、いい兆候なんじゃないの今のは。災いを振り払うなら。うん。 うん、いやあ逆にあれなのか今のを見たことによってぼっちがあれなのかなそういう風になるのを許せないのかな自分の中で希望みたいなそこら辺もなんか未公してのああいう夢を見せてきた感じ魔法の鏡がそしてボス王ののあれはどういういことなのやっぱなんかあるんだね あの王様がすごい力持ちというかそういう存在だった理由がでそこら辺もう魔法の鏡は知っててこの今の代打に何か受け継がそうとしてんだろうなでゆくゆくこの魔法の鏡が代打の体を乗っ取ったりとかそういうことをしてきそうな気がする頃合いを見て全て何か 自分のやりたいようにある程度形を整えた後なんか出てくるのか分かんないけど鏡を覗いたらさ人格が変わっていい代打があっちの鏡にさ封じ込められちゃうとかさそういうことはないかなあとぼっちをなんとか守ってくれてたのは誰だったんだろう影なのかなって僕は思うんだけどねベビンって言ってたけどもし影だとしたらあのドーマスが突き落としたのを見てて あの、落ちた先に現れてくれるとかそういうことはないかなあと、旅の道中で現れた王冠を押してた人は一体何者あんなちょい役で終わると思えないからこれからまた出てきそうだよね。 もう、てか、今回はドーマスやられたわ。もう前半の流れからしてさ、あ、ちょっと見直した方がいいのかなって思った矢先にだよ。あんないろいろ仕掛けてきてさ、あのバッグを取らせたのすらあいつだったのかな、ドーマスだったのかな。で、そのバッグをまた奪い返したのも影で、みたいな。 すっごいいろんな考察しながらね今回リアクションさせていただいたんですけどもそこら辺ね当たってても外れても皆さんね一緒に楽しんでもらえればなと思いますそして皆さんも一緒にね是非考察して楽しみましょうはいというわけでね以上動画部突破お送りしましたバイバイ